え毎月第3週目の水曜日にお送りしております。ラジオでポン、本当の出会いのコーナーです。一冊おすすめの本をご紹介いただいてます。読書普及協会チーム釧路のキャプテン山本さんです。山本さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今月のおすすめ本なんですけども。はい。ちょっと長いんですが。はいえ。タイトルが、ごめんなさい。もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、 不便を取り入れてみてはどうですか。不便駅という発想という本です。<laughs> ここまでがタイトル。はい。これどなたが書いてるんですか。えっと川上博さんという京都大学のデザイン学ユニット教授という方々の方が書かれています。はい。 タイトル長いんですけれども、はい、簡単に言うとどういうことなんですかね、この簡単に、あの、一応略でいくと、あの、はい、不便益の本と呼ばれているらしいんですが、はい。ちょっとこの帯にもあるんですが、はい。不便は手間だが役に立つ。あ、聞いたことある。聞いたことある。はい。漢字のフレーズですね。はい、不便は手間だが役に立つ。はい。えー、便利なことイコール。 豊かかななことんだろうかっていうところが<お>まあちょっと考えさせられる本なんですけれども、はい、不便と思われがちなことに益「駅、えー」まあメリットですね「駅」を見出すことが「不便駅」というふうにまあこの方定義されている、はい、まあ造語だと思うんですけれども、えー、その良さを全力で解く一冊というふうに、えー、はいあのおっしゃってます。まあ、大抵の人はは便利はいいこと そうですよね。普通は。は。い。うん、なので、まあ、不便でもいいんじゃないかっていう例えというか、まあ、例の一つで、このタイトルが、こんなに長いんですよね。はい、あこれは、あえてのあえて、この長さにして、<A> あの、長いタイトルっていうのは、<A> まあ、読みづらい、じゃないですか。すねうん、はい。まあ、イコール不便。なんですけど、はい、長いことによって、それで引っかかりが出たりだとか、<ー>なんていうか、手に取ってもらいやすく。 はい、なると言いますか、気になると言いますか。確かに。なので、あの、そういったところを狙っているというか。<ー>なので、これで手に取った人は、まさにその不便益の良さというか、不便益<ー>でしょみたいな<ー> <laughs> 感じなんですよ。確かにこれは引っかかりのあるタイトルですよね。はい、はい、そうなんですね。うん、あの、それ以外にも、いろいろなその不便益の実例っていうのを、この本ではたくさんご紹介。 していまして、はい、便利なことイコール豊かなことだ,だろうかというふうにちょっと疑問に思われている方だったりだとか、はい、あとはお仕事とかで、えー、まあ普通仕事で言うと、まあ時間が短く、効率的なこと、うん、そういったことがやっぱりあの求められるかと思うんですが、はい、まあそうではなく、新しい発想のヒントとして、 ちょっと不便を取り入れるっていう発想を、この本をちょっと読んでいただくことによって、うんはい、ちょっとヒントというか発想を得ていただくのでもいいのかなと思ってちょっとご紹介しました。は、えー、あ、そうなんですね。はい、なんか山本さんの中では、ああ、なるほどなと思ったところってありますか、はい、そうですね。この方、 不便意のこと言ってる方なので、携帯電話、スマホだとかガラケーだとかっていう例もちょっと出てるんですけれども、この方、実はどちらでもなく、携帯持ってないらしいんですけれども、ガラケーも持ってないはいはい。そういうのがちょっと最初の前書きというか、上昇であるんですけど、携帯電話ってすごくないと不便に感じる方多分大多数だと思うんですよ。持ってしまった方はみんなそう思うでしょうね。はい、思いますよね。はい ただ、持っておくことによる不便っていうのもあるじゃないですか。はい。例えば、いつでも誰かに捕まってしまうだとか、はい。とにかく、あの、今かけて欲しくないのに出ないといけないだとか、そうですね。りだとか、えー、なんとなくその、人とつながりがね、はい。途絶えない。途絶えないというか、自分の時間をもうある意味持てないというか、はい。で、そういう、まあ、 いつでも好きな時に連絡があの取れてしまうことの便利さもあるがゆえに、逆にそれによる不便さっていうのを感じる方って多分少なからずいらっしゃるかと思うんですけれども、この人は持たないことによって、まあ、確かに連絡が取れない不便はあるけれども、はい、逆に、えー、そのことによって人と連絡取れることの大切さをなんとなく感じれるっていう 方に、まあ、メリットを感じていたりだとか、はい、あとかあは本気で連絡取ろうと思えば、まあ、なんとかなるよっていうあ<ー>あなんとかいろんな手がありますよっていうことを、まあ、ちょっと最初に出てるんですけど、はい、そう言われればそうだなっていうのをこの本結構読んでると感じましたね。う本当携帯一つ取ってもすごい便利になったんですけども、はい、その便利になった分自分の中の機能で退化したものっていうのもやっぱりあって、はい、もう電話番号をまず覚えない覚えられないですね。 もう自分の携帯でもちょっと怪しい時とか <laughs> あ,、ね、あったりするぐらい数字を覚えられなくなってたり、はい、最近の人はメールが主流なんで、はい、電話で話すことが苦手だっていう。ああ、いますよね。もう電話とかしてくれるなみたいな、はい、そういう話とかを聞くとわあ、なんか電話かけにくいって <laughs> <laughs> 思ったりだとかしちゃったりします。もう携帯一つとってもいろいろ感じますね。はい、そうすると、うん 結局便利になってるようで、はい、人間の,なんての能力が下がっていると言ったらちょっとおかしいかもしれないんですけど、本来あのないことによってできていたことが便利になることによってできなくなってるって結構あると思うんですよ。この本の中にもちょっと例として、富士幼稚園っていう東京にある幼稚園のちょっと例が出てるんですけど、はいえー 私も3歳の息子いるんでちょっとわかるんですけど、はい、最近って住宅だとかいろんなところ例えばセンサーで水が出たり、はい、照明がついたり多いですねなんか自動で何でも勝手につくす、ね、ものって多いじゃないですか。はい、でそういうものをあえて使わずに蛇口はひねらないと出ない水道を使ったりだとか、はい、そういったまあ不便を 取り入れている幼稚園みたいなんですよね。うん、はい。なので、まあ、あの、便利なことが必ずしもいいかというと、えー、ま、あの、センサーに慣れてる子だと、えー、まあ、例えば水が出てくるまで蛇口の前に手をずっと出して待っているだとか、ああ<ー>、はい。それが当たり前になっちゃうとね。になっちゃったり、ね、あとは、例えばトイレで自動で流れるのが当たり前になっているので、センサーじゃないところではもう用を足しても、<laughs> 流さないだとか、はい、そういうのって結構今問題結構あるみたいで。えー、もうあるんですね。はい、そう,いうはい、あります、あります。なので、そういう意味でも便利になることによって、じゃあ本当にいいのかっていうと、うん、必ずしもそうではないかもしれないなってことを、 この本を読んでて感じさせられたりしますよね。うそうなんですね。はい、ああそういえば「児童なんちゃら」とかいろいろ増えてる中で「はい、ああ私もそれ感じてるわ」っていう人もいると思うんですよ。ねえ、はい。逆の発想でいくと、はい、今不便だなって思ってるものも見方を変えれば、はいはい、意外と良かったりとかするかもしれないですね。ですんで。 絶対いいよっていうスタンスではなくて、あ<ー>まあ先ほど言ったように、そのセンサーがダメだとかそういうことではなく、はい、まあ便利だ便利でもちろん構わないんだけれども、えー、まあ簡単に言うと。 手間をかけて、はい、頭を使わないといけないようなことにも、えー、まあちょっとあの価値を見出してみましょうよっていうところなので、ああはい、まあこれを聞いたからあの全部センサーやめようだとかそういう,ふうあのことではないんですけれども、<laughs> ね、あまあその場所場所によってはそういう、はい、あのものを取り入れてもらうと、あの、より豊かな生活だとかができるんじゃないかなっていうふうに思います。そうなんですね。あ、でも思えば最近結構、 アナログレコードブームとか、はいはい、カセットテープがまた来たりとか。そうですね。はい、もう我々としてはもう不便だし、面倒だしって言って手放してきたものに再び光が当たったりだとかね。はい、そうですよね。そういうこともちょっとありますね。ありますよね。ええ、映るんですだとかもそうですけど、はい、まあ我々からすると枚数が限られるし、撮ってもすぐ見れない。 はい、現像しないとわからないですし、えー、あの、画素数ももちろん、ね、あの、今の携帯に比べたら全然荒いんですけど、何がいいのかさっぱりわからないと思うんですけど、はい、逆に若い世代にとっては、その制限があることが、魅力に、感じたりするようなんですよね。えー、あじゃあまた今映るんですが、い若い子に、再ブーム、はい。はい。あの、一部来てるみたいなんです。は,<ー>はい知らない、は、それを知らなかった世代にとってはむしろ新鮮。なんです,、ねはい、ですよね。 でまあ、よくよく確かに思ってみると、はい、デジタルになってから写真でプリントトアウすする機会って減ってて減ますよね確かにでいっぱい撮ってるんですけど、えー、さらっと見るだけで、えー、そのままなんかパソコンの奥底深くに眠ってるだとか、はい、あまり見る機会がないっていうのが多いかもしれませんが、はい、フィルムだと逆に一枚一枚に思い入れがあったり、うん、写す時の本気度が違うというか一、はい、枚の大事さって言いますか、うん、まあそういうところでいくと必ずしも不便。 っていうふうには言い切れないかなっていうふうに思うんですよね。うん、ねはい。はい、この本を読むと、あーって思うことがね、はい、いろいろありそうな面白い一冊ですね。川上博さんのタイトルもう一回いいですかはい、はい、ごめんなさい。もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便を取り入れてみてはどうですか不便意気という発想という長い、はい。<laughs> はい。不便益の本です。不便益。で <laughs>、はいね、不便によるメリット。不便益の本ということでね。はい。えー、ちょっと今日ご紹介いただきまして、ありがとうございます。はい。さて、毎月ですね、1回、読書会っていうのもやってまして、はい。これもまた一つの不便益な感じなんですね。そうですね。あの、この本の中でも、あの、ビブリオバトルは不便益の、はい、まあ、その一つっていうふうな紹介もあったんですけど、えー、今、書評だとか、えー、まあ、感想を自分で言ったり、逆にどういう本なのか、 感想を調べようと思えば、はい、もうネットで探せばいろいろ、いろ、ね、んな人の,あの評価って見れると思うんですよ。うん、インターネットだと、まあ、いつでも、どこでも、誰とでもっていうところがスローガンだと思うんですが、はいまあ、ビブリオバトルというのは、今だけ、ここだけ、僕らだけっていう、うん、この限定感。これが魅力になってると思うんですよね。はいはい、で我々の読書会は、まあそういうあのバトルはしないんですけれども、まあ同じように、うん、紹介 できる内容も限られたり、はい、あの、してもらう、あの本の知る数も少ないかもしれないんですけど、インターネットにはないその魅力っていいますか、うん、あの人との出会いがあったり、はい、そのリアルなつながりっていうところは、またちょっとネットでは、 感じられないものじゃないかなと思っていますので、はいえー、ぜひその不便意を感じに、えー、読書会にも来ていただけたらなと思っています。いいですね。月に1回、第1週目の水曜日、はい、夜7時から市民活動センターワットで開催しております読書会。はい、もうどなたでもね、ご参加いただいて、はい、まあ自分の好きな本を持ってってもいいし、もうなんだったら手ぶらでね、人の話を聞きに行くでも。 はい。いいですもんね。そうですね。はい。次回は6月の7日水曜日夜7時から市民活動センター WAT で行われますので、まあ、もし行けるよってことが分かってる方は事前にインターネットでね、お申し込み可能なので、はい、えー、佐藤のブログサトプラリンに詳しい申し込み先、えー、読書不及協会チーム釧路のブログのリンクを貼っておきますのでご覧ください。そして今年はですね、夏にね、講演会に本立てでやりますよということで。はい 7月の1日、はい、1> 土曜日ですね。はい、同じ日に2つ講演会をすることにしました。はい。で、まず最初が、土井信光さん。はい。ですね。はい、4年ほど前ですね、釧路の図書館でもご講演いただいた方なんですけれども、はい。そちらの方の講演が、こちらは参加費無料で行います。はい。で、えー、その講演終わった後に、えええー、宮崎中央新聞の編集長、 えー、水谷森人さんの講演会も行います。はい、そちらの方はちょっと有料になりますので、共に生涯、えー、学習センター、マナボットですね、はい、の多目的ホールの方で開催します。はい。わ、はい、かりました、まあ。詳しくはちょっとこちらもブログの方に載せておりますので、そちらをご覧いただけたらと思っております。はい、で、この水谷森人さんが、ね、あの編集長を務めてます、宮崎中央新聞。はい 地方で出している新聞でありながら、はい、いろんなところで、まあ、取り寄せをしたりだとか、はい、インターネットで読んでらっしゃる方がいるんですけども、はい、宮崎中央新聞を読む会っていうのをまた講演会の前にやるんですね。そうですね。4月に第1回開催しまして、はい、まあその読者の方中心に、その時は7人お集まりいただいて、はい、その感想だとか、こういうとこ良かったよね、みたいなことを昼ご飯を食べながら、はいえー、させていただきました。はい、まあもちろんあの宮崎中央新聞自体知ら ないい方も2名ほど来てたあっ、ねえーえー、こんな新聞あるんだねっていうようなご感想もいただいたり、はい、まあすごく有意義な時間を過ごせたんですが、はい、2> 第2回も、はい、2> え6月の10日、はい、土曜日の昼頃一応今やる計画でいます、はい、また詳しい場所などがです、ね、分かりましたら読書普及協会チーム釧路のブログで発表されますのでぜひチェックしてみてくださいはい。 えー、ということで、ラジオでポン、本当の出会い。今月も、読書普及協会、チーム釧路、キャプテンの山本さんに登場していただきました。山本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。